チャールズ・ジャーバスによる肖像画第四代順段シャクサーリチャード・グローブナーはグレート・ブリテン王国の政治家。トーリー・党に所属し、1715年から1732年まで庶民院議員を務めた。第三代順段シャクサートマス・グローブナーとメアリー・デイビスの息子として1689年6月26日に生まれた。 1698年から1704年までイートンカレッジで教育を受けた後、1704年から1707年までグランドツアーに出てスイス、バイエルン、イタリア、オランダを旅した。イートンカレッジ在学中の1700年6月に父が死去すると順番借位を継承した。死去時点で母が精神異常をきたしていたため代わりに元議員、 フランシス・チャムリーがリチャードを含む3代順弾尺の市場を育てた。1715年イギリス総選挙でシティ・オブ・チェスター選挙区から出馬、現職の第3代順弾尺サー・ヘンリー・バンベリーとピーター・シェー・カリーと激しい選挙戦を繰り広げた。3人ともにトーリー党員であり、選挙の結果はグローブナー783秒、バンベリー603秒、 シェイカリー491票でグローブナーとバンベリーが当選した。グローブナーは同年にチェスター市長も務めており、議会では常に野党の立場で投票した。1715年ジャコバイト放棄にあたっては、同年9月にジャコバイト組織であるチェシャークラブの会議に出席し、放棄への不参加を決定した。ロンドンにおける辞書の発展に寄与しており、メーフのグロブナースクエアは、 グローブナーにちなんで名付けられた。1727年のジョージ2世大冠式に参加した。1732年7月12日に死去、18日にチェシャーのエクルズトンで埋葬された。息子がおらず、順番借位は弟トマスが継承した。1708年、ジェーン・ウィンダムと結婚した。二人は一条を設けた。1724年、 ダイアナはオバートンと再婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。